シナノマル。シナノマルは、日本郵船の貨客船。貨客船としてより、日露戦争時に仮想巡洋艦として紹介中に、バルチック艦隊を発見し、日本海海戦での日本海軍の勝利に貢献した船として知られる。シナノマルは、日本郵船のシアトル航路用貨客船として1900年4月、イギリスグラス号のデビット・ウィリアム・ヘンダーソン社で、巡航した。 当初、シナノマ丸は、三菱号司会者三菱造船所で建造される予定だったが、先に建造していた、日立丸、日本郵船6172トン建造の際に、トラブルが生じて春工が9ヶ月遅れたため、建造スケジュールが今日、ヘンダーソン社に発注されることとなった。日立丸春工遅延に伴って、シナノマ丸建造を外中に切り替えたことなどによる、 莫大な諸費用はすべて三菱が支払った。線形は同じデビット・ウィリアム・ヘンダーソン社製の若さ丸型客船の純姉妹船で、同型とは後部デッキのボートの配置、数頭が変更されている。また、シナノ丸をベースに出力を増加させて、速力をアップさせた加賀丸型が三菱号司会者三菱造船所で建造された。竣工後は予定通り、 シアトル航路に就航し、1903年には、長い花風が動線で渡米した。1904年2月6日、日露戦争開戦。シナノマルは、最初、陸軍御用船として徴用されたが、同年12月には徴用解除となった。翌1905年3月15日、シナノマルは海軍に徴用され、クレチンジュフ所属の仮想巡洋艦として整備された。 仮想巡洋艦としての並走は十五津が安、色速射砲一機、十二金安色速射砲三機であった。四月に入ると、品の丸は、両艦と共に、津島尾崎湾に移動し、津島海峡の紹介に当たった。五月二十七日午前二時四十五分、品の丸は、五島列島、白瀬西方四十海里の地点を北東方向に、向かって航行中、左限側に、 同行する一石の奇船を発見した。しばらく観察すると、この奇船は後マストに、白、赤、白の信号灯これは赤十字の意味だったとされるを掲げていた。折しも、東側に月が出ており、品の丸からは身がたい体勢だったので、品の丸は正方に進路を変えて、奇船の左舷側に出た。四時三十分になって奇船に近寄り、相手は、 仮想巡洋艦と検討をつけたが、兵装が見当たらなかったので相手は、病院船と推定した。そのうち、相手は信号をやり取りしていたことから、付近に別の艦船がいると判断された。シナノマルは見張りを、現実付き船に対して、停船命令を発しようとしていたその時、船手素原方向に十数隻の艦艇と通常の、売煙を発見。ノマルは、病院船、オりょう 四千五百トンに接近し、オリオールの左舷側に回った結果、オリオールとバルチック艦隊の列艦に入り込んでいたので、ある。この時まさに午前四時四十五分、シナノマルは直ちに点出し、全速力で退避。それと同時に三十六式無線機にて、敵艦、剣誘として知られる一連の通報を送信し始めた。その後も六時過ぎに、巡洋艦泉に引き継ぐまで直接し続け、 バルチック艦隊が確実に津島海峡を目指していることを確認した。なお艦長はバルチック艦隊からの妨害電波を受けたと報告しているが、ロシア側はシナノマルに気づかなかったとされている。泉に直接任務を引き継いだ後、シナノマルはアメリカ商船を臨検した。夕方に入り、仮想巡洋艦隊南丸、大阪商船3176トンと合流し、 津島海峡の紹介を続けた。中戦士、九州五遊市翌5月28日、品野丸と台南丸は、仮想巡洋艦ヤワタ丸、日本優先、3818トンと合流資産石で、沖ノ島北方海上で紹介を行った。6時を過ぎた頃、品野丸の左元前方に戦艦と駆逐艦がいるのを発見。駆逐艦は遜荘して、ヤワタ丸がこれを追跡。 シナノマルとタイナンマルは戦闘配置を例して戦艦に近寄った。戦艦は前日の日本海海戦で損傷した解剖戦艦、シソイベリキーだった。大破していたシソイベリキーは全く反撃せず、ただ救助を求めるのみだった。シナノマルはシソイベリキーに降伏するかどうか信号で呼びかけると、降伏を了承する信号を返してきたため、シナノマルは直ちに捕獲犯を、 シソイベリキーに乗り込ませ、軍艦機を形容していったんは、捕獲に成功した。しかし、シソイベリキーは、全部から徐々に沈み始め、栄光も試みられたが困難となり、シナノマルは、タイナンマル、引き返してきた、ヤワタマルと共に、シソイベリキー上院の救助に当たった。シソイベリキーに一旦は翻した、軍艦機も撤去され、シソイベリキーは十一時五分に、 津島から先の東方海上で沈没した。6月14日、シナノマルは仮想巡洋艦としての役目を解かれ、6月26日に徴用解除となった。シナノマルは徴用を解除されると、シアトル航路に復帰した。後に、神戸、キールン艦航路に転じ、1913年には、孫文が動船で、日本に亡命した。 1923年に日本郵船の近海航路部門が独立して近海郵船が設立され、神戸、キールン間航路も近海郵船に継承された。シナノマルも移籍し、引き続き神戸、キールン間航路に就航した。1929年に北新規船へ売却。その後、1930年に広漁業に売却された際にカニ航船に改装された。 1932年に太平洋漁業へと売却され、サケマス構成や北洋漁業の母船として活用された。太平洋漁業時代には、その頃太平洋漁業に在籍していたカサトマル6209トンなどと船団を組んでカムチャッカ半島方面などで創業していたが、しばしばソ連側から領海侵犯の疑いをかけられる子もあった。太平洋戦争。 大東亜戦争中は、輸送船として活躍した、笠戸丸は引き続き漁業に従事した。しかし、陸軍の兵士として乗船した、水木しげるの証言によれば、この頃の品の丸は、触ると、船体の鉄板が駆け落ちるほど老朽化が進んでいた。浮かんでいるのが不思議、魚雷が船底を通るだけでも沈むと、揶揄されたほどだったが、無事に戦争を生き延びた。 この間の1943年に太平洋漁業が広漁業に合併されたので、シナノマルは再び広漁業に席を置いた。その後同社の北洋母船式酒ます漁の母船に、シナノマルの名は引き継が型。北洋母船式酒ます漁の母船、特に船内で最終製品である酒缶の製造までを行ってしまう航船であり、なお引き継い型は基本的には無関係である。 戦後は、引き上げ船として、主に、シベリアなどからの引き上げ者の輸送に従事し、大岡昌平も同船で復員した。1951年に戦績を解除され、スクラップとして売却され解体された。日露戦争、太平洋戦争と二度も徴用されたが、戦没しなかったので、強運に恵まれた船だったとも言える。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。